welcome to TGK Light Up TV! ということでね、今回は、TGK の闇大暴露スペシャルということで、もうね、実はこれね、3テイクぐらい撮ってて、もうなんかすごい面白くねえんじゃねえかと思って、すごい悩みながら撮影してます。っていう裏側ね。なんでこの企画をやろうかなと思ったのかっていうと、先日まあこういうツイッターを見まして、出てるここね、ここに出すんだよ、はい。で、まあ女子の選手とか指導者ってすごい志が高いというかメンタリティが強い人が多いなって自分感じてるんですよ。いろんな、まあ、女子選手だったりとか指導者の方に応援したことあるんですけど、めちゃくちゃ強いなって、自分も強い自信があるんですよ。なんでかって言ったら、やっぱりそれだけ男子にはないちょっと多分精神の鍛えられ方をしている選手が多いんじゃないかなと。みんながみんなそうだとは思いませんが、そういう経験をしている選手も多いんじゃないかなと。で、まあそういった経験をしてきてるから指導者になりたいとか、まあ、選手になりたいっていう思ってる人も少なからずいるんじゃないかなと思います。自分がそうなので、そういう決めつけで完全に入ってますけれども、で、一つはサッカーをしよう、仕事にしようと思ったきっかけになった出来事が中学生時代。もう一つは、大人になって絶対に、まあ、今自分の目標として掲げてる女性 GK コーチナンバーワン、何をもってナンバーワンなのか分からんけど、とにかく目指すなら一番目指したいけん、とりあえずそういう目標にしとるけど、まあなんていうやろうね、何をもってナンバーワンかはよう分からん分からんけど、とにかく一番になりたいけん、まあ、そういう風な目標を立てたわけやけど、そういう風な目標を立てるに至ったきっかけ、どんなモチベーションでやってるのかっていうところを話したいけど、聞きたいか、そんなこと聞きたいのか。まあどうせ見られんやろ、見られんでもあげることが大事。よし、撮る。今ね、もし苦しい状況にある人たちは将来の自分の姿を思い浮かべてほしいと思います。例えば別にサッカーのことで悩んでても、サッカー以外のことで未来を想像してもらっても全然構わないと思うんですよ。例えばすごい今うまくいかなくて、プレーがうまくいかなくて苦しいっていう時期があったとして、じゃあ自分はどんな大人になっていきたいのかってなった時に、多分分かんないです、分かんないですけど、例えばすぐに何でも諦めるようなやつにはなりたくないなとか、なんか仕事をしっかり達成できる人間になりたいなって思った時に、その目の前のうまくいかないことに対して逃げてる自分って多分将来に絶対つながらないわけじゃないですか。だからそこでしっかりこう将来のために今うまくいかなくてもできることをまずはしっかりやろうっていう風に考えを変えれる選手っていうのは、もちろんメンタリティはすごい強いと思うし、うまくいかない中でもなんか自分に欠けてるものなんだろう、将来こうなりたいと思った時に今自分がしとかなきゃいけないことってなんだろうってしっかり考えることによって、多分心ってもうモヤモヤは結構晴れるようになると思う。でぜひね、自分が仕事をこう志して、今の仕事を志したきっかけはそこだったので、中学校の時に、部活と女子のクラブチームでサッカーをしていまして、でその部活の話がまあメインになるんですけど、中学校の部活、まず1年生の時に入りますってなった時に、まず入部拒否をされまして、自分の場合は、男子の部活なので女子は入れませんと。でもそこをまあ担任の先生がちょっと言ってくれて部活入ることできたんですけど、男子選手にはもうしょうがない、来るものがある、それは思春期が来る、中学生の男子には必ず。うん。で、当時の自分はサッカー上手くもなかったし、コミュニケーション能力も皆無やったから、まあ、おのずと、はぶられる。
小学校の時に、だって小学校の時にだよ、放課後あ光遊ぼうぜってサッカーしようぜ、あいいね やろうね楽しみだねとか言って一緒にわーってサッカーしよって、中学校行ったら同じ部活でサッカーできるの楽しみやねみたいな話しよったやつが中学校に入った瞬間に高森さんって呼び出すけ、マジであれはマジでビビる。あの敬語で喋られたりするし、急に距離置かれるし、それはまあマジでビビったよね当時の TJK は本当に。でまあそういう時期が来る、しょうがない、しょうがないんだけど、その夏休みにね、もうあるもん青春もズタボロにお前引き裂いてきたんだこの野郎っていうような悲劇があって、悲劇じゃねえな、別に悲劇ではないんだけど、すごい口悪くなってしまった。やっぱクラブチームとかも行ってたから、その練習に来れない人がもあって、でも1年生って雑用しなきゃいけない、練習の準備をしたり片付けをしたり、でもその設置の仕方がわからんと、その新しく練習が変わってしまったら私が来なかった日で、あのまあそういうの手間取ってたりとか、やっぱ下手くそだからパス練習とかでミスったりすると、その度にお前なんでここにいるんやとか、女子なのになんでサッカーしとんみたいなとか、あのお前消えろよみたいなことを言われるわけですよ。言われたのね、しかもその小学校の時に仲良かったやつから言われた。もうそれ仲良かったのか、もう仲良かったのかもあんま覚えてないんだけど、うん、もうもはやね、まあ、小学校同じじゃなかったやつからも言われたし、まあ、複数の男子からそういったことを投げかけられた日があった。でまあそのコーンも私がそのね部活にいることに対して否定的だったから、もう味方がいないような状態で、まあ部活に行くのがまあすごい苦しくて飛んじゃったのね、1年ぐらい部活に行けなくて。でもその時に思ったのが、すっごい負けてる気がしたの、その男子だったりとか顧問の先生とかに対して。負けず嫌いは負けず嫌いだから、なんかすごいモヤモヤしてたんだけど、ずっとその1年間考えてたのは、このままでいいのかと。部活の選手たちね、おそらくサッカーどっかでやめるぞと、まあ、高校なり大学なりでサッカーやめてプロになるわけでもないし、多分サッカーの職に就くわけでもないし、別にそこを絶対目指してるわけじゃない、そんな志のやつに自分は負けていいのかっていう思いをこう持ち出したのね。ってなった時に、もうそいつらをどうにかして見返したいと、私はサッカーにかける思いはもう絶対誰にも負けないと、絶対、まあ、なでしこジャパンにはなれなくてもどうにかしてサッカーを仕事にしてやって、そういうことをしてきたやつらを見返したいって強く思うようになったんですね。それが指導者を目指したきっかけです。で、あの実際にサッカー仕事にしました。まあ、見返してやったぜとは思ってはないけど、別に思ってはないけど、まあすごい、あのそこの悔しい思い出があったからこそ、こう指導者になるっていう夢はぶれずに来れたのは、すごくその人たちには感謝してるし、その出来事があってすごい良かったなって今では思ってます。だからこそ、こうそういう同じような思いをしている女子の人たちにこう関わっていきたいなっていうふうに思ったし、女子のサッカー界をどうにかしたいっていうふうに思うきっかけにはなったので、もう本当にあってよかったなと思いますけど、当時はすごくきつかったですね。なんできつい時は、その時はそのことしか考えられないですよ。やっぱりなんであんなこと言ってくるんだよあいつとかで思っちゃうんですけど、やっぱどっかそっから立ち上がらないといけないってなった時に、遠い未来を想像すると意外と心が楽になったりします。自分の場合だったら将来こういう風になりたいっていうことを考えることで、まあ、気持ちが楽になったというか、目標がぶれない目標が決まったことによって、その今の現状っていうのを、まあ、なんとか変えないといけないとか、変わらなきゃいけないっていうこう衝動に駆られる、あ日本語がわかんない、なんて言うんだろう、もうこれで10分だよ、大丈夫か、需要あります、もう飛ばし飛ばしで見てくださいね、飛ばし飛ばしで。で2つ目、これは指導者になってからの経験なんですけど、これはですね、あのタイでの出来事ですね。あの多分特定されることがないので多分大丈夫だと思うんですけど、もう指導者になって
って、いろいろなところで経験積ませてもらって、もちろんね、楽しいことばっかりじゃなかったですし、自分が、まあ、未熟だったんで、いろいろね、教えてくださる皆さんのおかげで、ちょっとずつ指導もそうですし、人としてもね、ちょっとずつ成長できたなっていう思いがあったんですけど、1日だけもう指導が終わってから泣き崩れた日があって、あの日のことはもう1日たりとも忘れずに、今でもその人の言葉が毎日こう頭によぎって、ちょっと本当に泣きたくなるぐらい、自分のちょっとマジで泣きそうなんだよな、自分のね頭の中に残ってる言葉っていうのがあって、ウケる、一人で喋りながら泣きそう。いや大丈夫大丈夫。タイに行った時に、日本人のコーチが、まあ、最初こそ一人ね、日本人のコーチの方いらっしゃったんですけど、途中から一人になっちゃったんですよね、まあいろいろあって。で、日本人のコーチもその会社に一人になって、まあ、日本人部を全部担当することになって、さらにはナショナルの方、なんていうんですかね、外国人グループの方の指導にも行かないといけなくなったっていう言い方をするとあれなんですけど、行くことになって、その、インターナショナルスクールと日本人の方とっていう風なのを教えてて、個人的にも語学がまだまだだったんで、結構語学の勉強も頑張って、まあ、やってたわけなんですよね当時は。でその中でもすごい自分が印象に残ってる子が一人いて、自分があの使用期間で2週間ほどタイに行った時に、一番に自分の名前覚えてくれて、自分も一番にその子の名前覚えた子がいたんですよね。で幼稚園の子だったんですけど、その子が、まあ、すごい元気な子で、で実際に向こうで働き出してから1年ぐらい経って、わあすごいいっぱいできること増えたなって、話聞くのがちょっと苦手だったりとか、こう結構ゴールの前でずっと立ってたりとか、こうよそ見しちゃうような子だったんですけど、ちょっとずつこうサッカーに絡んできてくれるようになったりとか、話も聞けるようになったりとか、わあすごい成長したなって、すごい嬉しいなって、自分だけの力じゃないとは思うんですけど、すごいサッカーが楽しそうに、楽しくなってきたってすごい言ってくれるような子だったんですね。で、その子の話、そういう子がいて、自分もちょっと指導者になってよかったなって、こうやりがいを感じてた頃に、その子の保護者の方から、連絡が来て、スクールを辞めますと、まあ、それは全然構いません、他のスクールに行きます、それは全然構わなかったんですけど、そのメールで連絡をいただいたんですけど、その時に書いてあったのが、大変お世話になりましたと、光コーチにはすごく感謝していますと、ですがどうしても旦那が、女性コーチに教わっていることが納得できませんと、なので男性コーチがいらっしゃるクラブチームに移りますという内容だったんですね。いや、その最後の何分かいらんしって思ったんですけど、いや思いません？いらなくないですか、その一文、女性コーチに教わるのが嫌だから他のスクールに行きますと、それちょっとどうしようもなくねと思って、自分の中で、だって自分性別変えることはちょっと正直できないし、まだねこう指導力がないので、もっと指導力のあるところに行きますだったら、ああ自分がちょっともうちょっと勉強不足だったなと、もうそれはしょうがないです、どうぞ行ってきてくださいってなるんですけど、そこじゃなくて女性であるっていうところを否定されて、しかもその子の成長も自分は見えてたから、それに対してその女性であるっていうことを理由にこう辞められた、離れられたっていうのがすっごく悔しくて、その連絡をもらった時に泣き崩れましたね。クソバカ悔しいっしょそれマジで。いや分かんないですよ、指導力がないっていうのをそういう言葉に変換して送ってきたのかもしれないですけど、それならまだその変換しないで指導力がないって言ってもらった方がまだマシだった、間違いなく。そうなんで、もうそこで自分は思ったのは、男とか女とか関係なく、この指導者はいいぞって言ってもらえる指導者になりたい、そう思ったわけですよ。そうだから、もう自分は今キーパーコーチっていうところを、その時は専門的にやってなかったから、今はキーパーコーチっていうのを専門にやってるんで、もう絶対指導に関しては
まあ、別に勝ち負けじゃないじゃないですか、指導とかって。選手が良くなればそれでいいし、あの選手も教えてもらえればそれでいいから、勝ち負けじゃないっていうのは重々承知してるんだけど、このコーチに教えてもらえてよかったって思ってもらえるような保護者の人にも、その選手にとってもそういう指導者になりたいなっていう、もう確固たる目標ができたきっかけでもあり、自分がこう専門性を高めていかないといけないなというか、まあ、指導できる、その選手に変化が見られるような指導をできないといけないなって思ったきっかけにもなったんで、今までの自分の指導の勉強じゃ甘かったなって思い返すきっかけにもなったので、それもそれですごくいい経験だったなって自分の心の中ではすごい消化して今には生きてるんですけど、まあ当時はというか今でも、もう思い出しただけでも発狂したくなるぐらい、まあ悔しい経験ですよ。まあ、他にもね、女性コーチだからっつって他のねクラブチームの男性コーチにすごい舐めた態度取られたりとかしたこともあるし、まあね、そういう目で見られることもありますよ。あの女性、女のコーチで本当に指導できるの大丈夫なのみたいな目線を向けられることもあるし、やっぱ高校生とか中学生ぐらいになると女のコーチを下に見がちな選手もやっぱいる。それはもうしょうがない、もうそれは認めるけど、指導を受けてみって言えるように自分も勉強しようと思っていますね、今は。そうだからもうね、他人をこう変えるのは正直難しいなっていろんな経験をして気づいたわけで、どうしたらいいかって言ったら自分がやっぱり変わるのが一番だから、そのどうしようもないこと言われて、もうどうしようもないこと言われたら変わるしかないですよ、自分がそう言われないために。まあ、あの男性、女性コーチが嫌だからって言われて男性に変わろうとは思わんけど、あのそう言われないような指導力をつけることはもちろんできると思うので、まあね、そういったことを、あのなんかね、ネガティブな言葉とかなんか嫌なこと言われた時にこう、なんでこいつって思うけど、それはそこで置いといて、ちょっと自分の中で頑張って時間をかけて消化して、まあそう言われないためにとか、そういうことを言ったやつらが何にも言えなくなるように、自分がどういう風に行動してなんか変えていけるかっていうところを考えられたらいいんじゃないかなって自分は思っております。はい、ということでね、あの自分のただ熱い思いを語った時間でしたけれども、あの違うの、同じような思いをしてる人多分いっぱいいると思うの。あの女子の選手もそうだし、女子の指導者の方もそうだし、だそういう経験をしてる人たちに伝えたい、一緒に頑張ろうと結論で、こんだけ長々話したんで結論がそこっていう、ちょっと残念な感じですけど、残念とか言わんでよ、見てくれた人たちはどう感じましたかね。もしね、今何か迷ってること、悩み事あるんだったら、まずはちょっとね、もう多分消化するのは絶対時間かかる。だから相談しても結局解決できるのは自分しかいないから、それを解決するために2つポイントは、遠い将来の自分どうなってたいかっていうのを、もうブレないところを設定してそこに向かって取り組むっていうのが1つと、もう1つは、自分をやっぱりちょっとずつ時間をかけてでもいいから変えていくっていうところの、やっぱり努力をしないと難しいと思います。何かを解決しようと思った時、楽に解決しようは絶対ないと思うんで、まあそういったところをね、頑張ろう、一緒にやっていこうという話でございますよ。はい大丈夫かマジで、この動画不安しかないな、メイク動画より不安だぞこれマジで。なんで、まあもしね、その悩みがあるとか、なんかちょっと話聞いてよ TGK って、俺こんなこと言われたんだけどどう思うっていうのがあればね、あのもう公式の LINE でも DM でも何でもいい、よかけ連絡してこい、そういうこと一緒に頑張ってこう消化してこう、話したら楽になるけん、きっと。私は当時話す人があんまおらんかったけん苦しかった、でも話す人が楽になることもあるし、身近な人に話すのって結構難しいやん、
恥ずかしいっていう思いもあるし、なんか弱み見せたくないっていうプライドもあると思うし、だからそういうのを取っ払って話しやすい、気軽になんか言える TGK ボックスみたいな感じで、 TGK みたいな感じで、もううまく利用して、みんな自分のこと、いろんな結構人生経験豊富な方やと思うから、相談乗りますよ。別に相談乗るよっていう動画ではないんやけど、うん、まあそんな感じ。まあ、あのそんな感じで、女子の選手とか、特にね、女子の選手とか、あの女性の、まあ、特に GK 指導者の方いらっしゃいましたら、お話できればなと思いますので、ぜひね、DM 公式アカウントの方来てもらって、お話できればなと思いますし、同じ思いをしてる選手、指導者の方いらっしゃいましたらね、ぜひ、頑張って、そういう女子のね、サッカーの選手だったりとか指導者のレッテル剥がしていきましょう。はい、ということでね、今回の TGK ライトアップ TV はここまでです。だいぶ不安になっております。その不安な気持ちを皆さんのいいねで書き消してください。なんならチャンネル登録もしていってください。お願いしますということで、今回の TGK ライトアップ TV はここまでです。また次回の動画で会いましょう。 See ya!